ま、あの、立花隆一人放送局株式会社がおそらく給料ファクタリングの絡み貸金業法とかもしくはですね、 立花、えー、先生そのものが使用者みたいな政治家助手48党というかその職員、ね、NHK 党という、えーね、そういう形で,、えー、届けで厚生労働省とかに届けられていると思いますので、えー、その中の使用者として立花先生がもしかするとあの捜査を受けている可能性があります。それは立花孝一人放送局が貸し付けた、えー、債権、ね。 えー、あ債権つかその貸し付けてもし、えー、その、えー、久保田学に政治家女子48等から、えー、給料が払われなかった場合にはね立花孝一人放送局が責任を取らないといけないですリスク的にねこれを使用者政治家女子48等に取り立てに行くことはできないですこれそれ判例でこれ出てるわけねえー、これ 判例,判例で、労働者に、労働者、あんと賃金債権というのは、その使用,者か、えー、使用者から労働者に直接支払いに行かないといけないわけ、でそしてその使用者が、えー、もし賃金を払わなかった場合、これ、政治家女子48党の4月、5月、6月が払わなかった場合でしょ。 7月から変更するということは C56 が払われなかった場合でしょだから立花隆ひとり放送局は政治家女子48等に取り立てに行くことができないわけ、ね、で、えー、誰に取り立てに行くかというと,、えー、とそ,の <coughs> そもそもが、えー、労働者である政治家女子48等のその労働者に取り立てに行くこと、ね、でこれ取り立てに行ったって実際取り立てることできるでしょおそらくねだって実質的には払ってるわけだからね だけど、そこで問題なのは、ね、そもそも大津彩さんが斉藤健一郎からの,代表,のあら代表権の争いをしている最中かに、ね、貸し付けたわけ。ということは、大津彩さんがもしかすると解散という可能性もあるわけね。もしくは政党交付金を次から請求しないという可能性もあるわけ。まあ、してや今、口座凍結という、止めているという状態なわけでしょ。で、さね、口座凍結が動かない。 してないんであればもう完全に詐欺ですから全員がね詐欺罪、要は金を返し,返してくださいというのが1.4回これは本当だとしてね、立花さんが言ってることが本当だとして本、本当実際はね実態を開けてみたならば、金返せやという人1人もいない。 もしくは言わせていた金返せやって言ってねって言わせていた場合だとそれは詐欺罪は成立しないかもしれないけど今本当だとすれば1.4億円少なくても金返せやっていう人がいてその人たちに口座凍結してるんでお待ちくださいって言ってその人たちが刑事告発もせずね信頼して立場さなのことを信頼して詐欺罪で刑事告訴か何かをしてないというわけでしょそもそもねだから まあそういう状態の中で <laughs>、ねえー、大津屋さんが知らねえやつったら全部お釈迦ポンになるわけ政党交付金もお釈迦ポンになるわけわかりますかでそ,それを知り得ながら立花隆一人放送局が貸し付けた要は貸,貸し付けてそれを回収できない、ね、回収できない要は使用者に特設要は 大アカさんに直接立花隆一人放送局が取り立てに行くことができないもしくは立花隆自身に立花隆一人放送局が政治家女子ポ4トの政党交付金から、えー、そのお支払いしてくださいということはできないわけ、ね、それをもし立花隆一人放送局の中で例えば株主とかに言わないで勝手にね独断で立花先生が。 六段で久保と学に貸し付けていたも,も,ものならばもしくはねこれ貸し付けは実際は実態はももな,、ま、なくて単に大津若さんを陥れたくて、えー、久保と学が偽装して借助、えー、書を書いていたならばこれもう組織ぐるみでやばいことになるわけね。 それの説明責任があるんじゃないかということを一本動画に撮りたいと思います。本日は2023年の7月8月7日月曜日午前6時53分を待ったところです。森林会の大浅大使でございます。まあ、緊急会見の中に、まあ、その出資法違反の、ね、疑いがありますよという、これ私の動画界隈で見てた人だったら分かると思いますけど、立花隆一人放送局が賃金債権をベースにその貸し出していると。政治家女子48等の職員。 まあ、実際は NHK 党の職員なのかもしれないけどそこに貸し出しているという要は給料ファクタリングをしている可能性があるわけね。でそれが合法的に行われているかどうかっは極めて怪しいわけ。で えー、それに対する立花先生の、えー、説明責任、今のところ果たしてるとは思いません、それは給料,給料に変更するみたいな、しかもそれも女性職員に言っちゃだめみたいなことを言われながら、まあ、相原美香,美香さんなのかもしれないですよね。要は、相原美香さんっていうのは、例えば、党に貸し出しているその1000万クラスの人たちの,、えー、その住所の実態がイカポンであるという事実をご認識なされている人でしょ、おそらくね。 これんだけ騒いでるから黒川さんも騒いでますし、ね、私も騒いでますから、ねあのーね、高沢和成さんもです、ね、何年も立花、えーね、さんとのお,しお知り合いの5年間もお知り合いの人たちが、ね、給料ポンあ給料住所イカポンのやつが1000万程度貸し付けてるんですよ。ね、これ自体、ね、掘り下げていかないといけないじゃん。ね、福永弁護士がなんか、ね、変なこと言ってたんだけど確かね。 な住所がイカポンな人っていう、その1000万の貸し付けって、普通怪しいでしょ、そもそもがね。ね <laughs> 怪しいんだけど、それをいちいちチェックできないっていうね、要は反社が貸し付けているかもしれないっていうのをいちいちチェックできないって言ってるわけね。要は外国人が貸し付けているかもしれないということをいちいちチェックできないって言ってるのと同じだからね。 だから寄付だったら外国人ダメなんだけど、えーね、貸し付けだったら外国人 OK っていうことにしてそして、ね、言ってるわけでしょだから法律が変わろうとしているかもしれない我々はこの瞬間を見てるわけです、ね、堀江貴文という堀江ロ,ケロケットビジネスをやっている堀江貴文が類推される堀エモ門新党という日本に3つしかない政治資金団体かな政治資金団体 ね、3つしかない政治資金団体に対して、寄付やら貸し付けやらがばんばんされて、そのね、10万円以下の場合だったならば、住所、氏名、職業を不,不問にしてるという、<laughs> 不問にしてるわけね、まあ、不問にしてるとは言ってないけど、住所、氏名、職業、必ずよこしなさいよ、1円からでもよこしなさいよって言ってないわけ、要は匿名寄付の禁止の政治資金規正法上の22条の6をあの説明してないの、その寄付する人にね。 だからそういうふうに不問にして外国人でもロケットビジネスやってる堀江さんの堀江さんが累積されるその堀江モンシン徒にどん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 金くれみたいなことをやってるわけでしょだから今法律が変わろうとしている可能性があるわけね, <laughs> ねそのさ中に立、ね、花隆一人放送局が政治家女子48党に貸し付けた件の説明を一切してないわけですでそれによって私は捜査が入ってると思う それはなぜかというと、どっちもどっちだから。出資法違反じゃなければ、労働基準法違反。労働基準法違反じゃなければ、出資法違反。この可能性が出てくるわけ。詰め将棋です。どっちかを否定すれば、どっちかが出てくるという、この、ね、立花隆一人法則の視聴料と全く一緒です。<laughs> 視聴料私はまずは、商品やサービスでないことを封じました。それは、えー、消費者庁に告発して封じ込めたわけでしょ。ということは、立花隆一人放送局が行っている、えー、その事業上の活動が立花隆の YouTube なんです。これ、政治、政治は発信してるけど、事業の発信じゃないと絶対ダメなんです。それはなぜかって言ったら、金を募ってるから。7、8年前から、えー、視聴料という形で金を募ってるわけ。 でそしてね、収益が提出されるまでは、えー、広告収入やスパチャ、これね、スパチャ、穂高ちゃんが確か先週ぐらいに言ってたよね、先週、穂高ちゃんが先週ぐらいのライブで言ってましたけど、スパチャ、これね、そろそろ入ると思いますよ、スパチャ。YouTube の出チャに対して、えー、ね、それだったら、スパチャが OK だったら、もう政治資金規正法なんていらねえじゃんって言ってましたから、穂高ちゃんが。私と同じことを丸山穂高先生が言っておりました。ね。 スパチャを展開させたのが、えー、スパチャが亡くなった時に展開させたというかもともとスパチャを展開させてたのが、えー、市長寮ですから78年前から市長寮をやってるわけねということは立花隆一人法則局でる事業じゃないとだめなわけだから翼の塔で言ったならば黒川敦彦さんのお母様がおそらくそのねえー、なんか <laughs> やっている法人の,その事業収益なわけでしょおそらくちょっと分かんないですけどそこはお木つぐみが詳しいと思いますけどだから個人がやっている政治家になろうとする、ね、公職の候補者個人がやってるんじゃなくて、えー、黒川さんが個人がやってるんじゃなくて事業収益上上げてそこから黒川さんがもらってるってことでしょ。 でこれも同じ橘先生が橘高氏という YouTube チャンネルをやってるけど、全てこれは橘送局という法人、もしくは橘高氏という個人事業主の事業上でやっているものをもらってるから、そこで行われていることは全て事業上の展開ですとしないと政治資金規正法違反で橘先生が過剰なわけ。視聴料に関してはね、だから匿名の寄付だから。 匿名の寄付で禁止なのに匿名の寄付を78年前からやり続けて3月か4月の段階で2000万円そしてそこからは加速させて金くれ金くれって言ってるから加速させて1ヶ月100万円ですからもうそこからもう5ヶ月ぐらい経ってるから500万ぐらいだから2500万円ぐらいは、ね、それは事業上の収益ということで税務処理をしてるはずなんです。 立花隆一人放送局は、ね、消費税とかそういうものじゃないですよ税務処理は事業上の収益としてその視聴料をやってるはず、ね、そしてそれから出している金の出し方は事業上の出資として例えば出演料等で例えば堀江貴文が出演した時には堀江貴文にやってるはずなんです。 ね、もしくはやってないとするならばそれは非常に怪しいわけねなぜなら政治的な発信をやってるからね、まあ、そこはちょっと置いといて、ね、事業上の収益でやっているところに政権放送をやってるわけ、ね、これはいここで言いますよね私が大津彩香さんにダイレクトメールでお伝えしたのは「ね、政権放送不正利用罪に値しませんか」っつて言う 立花隆一人放送局株式会社が事業場でやっているものに対して政見放送を24時間その選挙の時から選挙で、えー、放送された時からその日からずーっと24時間今までやってるわけでそこで事業場の収益を得てるわけね視聴料という形で事業場の収益を得てるわけ政見放送を利用し、えー、事業場の収益を得てる やってますとこれで、ね、政権放送が事業上の収益に使ってませんよっつったら政治資金規正法違反ね <laughs> だから詰め,詰められてるんですもうもう周囲が詰められてる状態の中でねまたやっちゃったのが立花隆一人放送局の貸し付けでしょでこれ出資法違反じゃないですっつってならば労働基準法違反で誰かがやられるはず大津屋か斎藤健次郎か立花隆かこの辺だと思いますこの辺がやられる可能性があるわけね ね、そしてそれ、それをもらっていた例えば丸山穂高ちゃんとか、えーねえー、黒川さんとか、ね <laughs> ね、黒川さんとか浜田さんとかが、ね、その役員報酬としてもらっていたとするならその人たちもグルですねっていう可能性があるからで職員たちもグルっていう可能性があるので全部関連会社含め全,全員に需要聴取とされているのはもしかすると分かりやすいこれかもしれないね。ね これ非常に複雑ですよ、複雑っていうか、まあ、ほぼ,ほぼもう給料ファクタリングは今年の2月20日の,この、ね、判,例 <laughs> 判例により、おそらくダメでしょう、どのケースもかなりね。だって、労働者に対して,その取,り立て取り立てに行かないといけない、労働者に対して貸し付けしたならば、労働者に対して取り立てに行かないといけない、使用者に対して取り立てに行っちゃだめなのよ、これ。ね ということは、使用者が例えばこれここのケースで言ったならば、この会社がえ倒,産する倒産してえねそもそも給料を払えないという労働基準法違反を犯しているというのは分かりながら貸し付けた場合は、その貸し付けた人たちが、その貸し付けた会社が例えば株主の許可を得ないでそういうことをやってたとかっつったらそ、のその人たちがえ責任を取ることになるわけだよそ。そんなことはありえないじゃん、そもそも。 ね、給料というのは払われることを前提に貸し付けるわけでしょでその払われる先がやばい状態だから貸し付けているというケースが、ね、こ,れこのケースはちょっと分かんないですけどこれね, <laughs> ね給料が支払われないから貸し付けているわけでしょ立花隆一法則はじゃあ貸し,倒れ貸し倒れっていうんですかね貸してあと回収の見込みがないものを貸し付けている可能性があるわけね立花隆一法則株式会社がね。 それまずいじゃん、ねね、しかもそれ,それがもしかすると立花先生の意気にはかかっている、えー、ものかもしれないわけその使用者側が <laughs> ねそん,なんそ,そんなん許せるんですか皆さん大丈夫ですよこれ国政政党とがやってることですよ国政政党とかね東京大学を出た人たちがやってるわけでしょ浜田聡君とかねわかりますか 国会議員に今、浜田聡君と斎藤健一郎って、国会議員ですよ、国会議員がやってるんですよ、これ、いいですか、議金が払われないって平気で言ってるわけですよ、それ丸山穂高さんも言ってるわけですよ、東京大学を出て、ね、維新の会に入り、そして、うん、国会議員になり、そしてね、今辞めちゃったけど、その丸山穂高さんも言ってるわけですよ、大丈夫ですか、<laughs> これ、この貸し付、大丈夫なんですか、これ、触らないけどね、これ、説明した方がいいと思いますよ、マジで。 ね、私の動画に来ている人たちは、ねえー、貸,金貸金かもしくはその労働基準法違反どちらか、ね、どちらかを言い訳すればどちらかが言、えー、っちゃうっていうだから視聴料と同じ。 視聴率、これ商品,や商品やサービスですって言ったらば、消費者庁から、えー、行政処分か何らか、最悪懲役です。最悪懲役下るわけね。えー、不備書面交付とか、書面不交付とか、もしくは、ね、あのクーリングオフの説明をしてないとか、それで <laughs> 言われるわけねそ。そもそも商品の価格を決めていないというところだねで。消費税っていくらですかとかね。消費税って発税ですかみたいな形で、商品やサービスですってもう言えない状態になってるわけ。そっち詰めてるわけ。一例以上前から。 そっち詰めてるわけね。ということは、立花隆一人放送局の事業上の,その、ねえー、収益じゃないといけないわけ。あこれ今、貸し付けている、その <laughs> 貸し付けている金の出どころを言ってるわけだよね。わかりますか 貸し,貸し付けていること自体にも、その金,を金を出すこと自体にも、えー、非常に怪しいんだけど、出資法違反違反か労働基準法違反というのが、どっちかを、えー、こっち出資法じゃないですって言ったら労働基準法違反になるし、労働基準法違反じゃないですって言ったら出資法違反になるし、詰められてるわけね。そのじゃあ、出てくる金ね、金ない、金ないって言ってるわけでしょ、金の,金の入りの働あは、立、え、花、ー、隆一人放送局の市長寮だから。 で視聴者の方は商品やサービスを、えー、販売して放送事業を展開してそして得たお金ですかっつったら違うんですよ。立花隆一人放送局は視聴料つっ,ってるわけでしょ商品やサービスであれば私が告発しているやつでカシャンです。カシャンです。アウトですよね。ということは立花、えー、隆一人放送局っていうのは事業,業で、えー、その政権放送を利用し寄付を募っている会社なわけ。 わかかりますか堀江貴文を出演させ、三崎雄太を出演させ、そういう、ね、インフルエンサーを出演させて、それで事業上の収益、視聴料というものを募ってるわけ。ねね、それから貸し付けてるわけでしょ。事、ねはい、業,業活動ですよね、政治活動じゃないんです、ね、その金の流れに関しては。 金の流れに政治活動であれば政治資金規正法上の中で立花隆が個人的に視聴料を得ていましたということで、えーねあのえー、記載しないといけないわけ、まあ、それが党に流してましたら党,党として、えー、処理してましたという金を、えー、政治資金収支報告書に記載しないといけないわけそれ七78年前から政治団体 NHK から国民を守ろう党という政治団体の頃から ね、その前だったら立花隆,、えー、隆講演会とか分からないけどそういうね我々には知らないけどそういう団体作ってたかもしれないそういう講演会とかに入れないといけないわけでなければ立花隆個人が事業で政治的な発言をして金を募っていてそれをもってして選挙に出てて当選してるとかってなるからね昔の国政政党になる前の立花さんの、えー、とこから始まってくるからってことはこれは事業にしないといけないわけでしょ事業上の 立花、えー、隆一人放送局のその YouTube チャンネルがあ放送媒体が立花隆という YouTube55 万か分からないけど56万人ぐらいのその登録者のチャンネルですよでしょそこでどうやって広告,あの広告収入じゃなくて広告収入はもう切れてるので、まあ、そ,のそれ前までは広告収入とスパチャが非常に怪しくなってくるんだけど、まあ、それはもう100歩譲ってはいいですよとおしゃ流しますと。 それまでの税務処理とか全部流しますって言ってるならば今はね税務処理をしているということで言ってるわけあのね西,西村宏行さんのことを持ち出してきて、えーね、お金くださいというタイトルで金やった時に視聴料の件のやつは税務処理をしているという説明をしてるわけ立花隆一人放送局の、えー、代表者である立花隆が説明してるの。 税務処理してるっつってるるっっわけねでそれに対してあ初めて説明したなということで、ね、あの動画を作ったその動画に大津屋さんが食いついてきたわけでしょ、まあ、大津屋さんが食いついたんじゃなくてゴーストライターその大津屋さんの後ろ側にいる人が食いついてきたわけそうです立花、はい、隆一人放送局の,、ね、そ,の <laughs> その税務処理がおそらく事業上の、えー、寄付として 処理されれていると思われますこれ処理してなかったらまあ脱税ですから、ねあの、税務署に告発すれば税務署に情報をやれば全部わかるはず、その税務処理がね、そもそもはね。まあ、私は今年1年かけてやろうと思ってますけど、一応ね、告発っていうか、そこは怪しいから、説明してくれないから。 ね、説明してくる立花先生が初めてねあの事業上の収益としておそらく税務処理してるであろうということを言ってるからねでそれ価格決まってないでしょ消費税分言ってないでしょということは視聴料として寄付として、えー、事業上の寄付としてやっている活動が視聴料それを貸し付けてるわけそれでゲットですねじゃあどうやって集めてるかっつったら堀江貴文とか 三崎雄太とか有名人インフルエンサーを東谷義和とかね東谷義和の場合はえ池田さんが作った動画をもらってきてるわけでしょおそらくねだから池田さん関係してくるわけ <laughs> 池田さんが作った動画は多分もらってきてるはずですけどもそれとかをやって流してるわけでしょ橘孝一人放送局のその YouTube チャンネルで流してるわけね,ね政権放送使っちゃってるわけずっとはい で、その立花隆一人放送局の視聴料で金集めてなければいいんだけど、一切、それは立花隆一人放送局で授業でやってるけど、金の流れありませんよだったらいいんだけど、視聴料募ってるから、それもう3月に認め、3月か4月か、4月にみ自ら立花先生がつ動画で認めてるから、ね。はい、政権放送の不正利用罪ですよね。ね。その政権放送に誰出てるんですか東谷義和出てますよね。 ね、本間昭子出てますよね末永ゆかり出てますよね,ね堀江貴文出てますよねこの人たちにどういう金の流れがあるんですかってな,なっていくよねだって、ね、政治的な政治的な発信のやつの前にそのね我々の公,公費でできている政権放送ねだからあのネット選挙株式会社でしたっけわ分からないけどそこも ね、儲けてるわけ、儲けてるわけね、それは別にいいんですけど、そのシステムを正しく利用してやってる、儲けてるのはいいんだけど、そのね、それで作った、公費負担で作って、しかもネット選挙株式会社が儲けてる上に、さらにその政権放送を使って、立花隆一人放送局が視聴料を募ってるんです。ね、政権放送の再利用罪というか、再再再再再再再利用ですよどこまでも、再再再再再再サイ24時間、再再再再再再 ね、24時間、えーね、NHK をップクワースってやってるわけ。ね、それで視聴率をつ、えー、要は切らないといけないの。政権放送は選挙が終わったならば、切るとか、えー、もしくは立花隆一人放送局の視聴率を切ることをしないといけないわけ。ね、視聴率をずっとやり続けてますから、ね、私はずっと監視してますから。 そ,のそれを行政側として証拠を残すために私は消費者庁にやってるわけですからだからふあの伏線なわけ伏線を張ってってるわけねはいだから立花隆一人放送局が貸し出しているその原資っていうのは視聴料要は政権放送を不正に利用したことによってゲットしたお金です ね、それを貸し出している立花孝一人放送局株式会社がその、ね、不正利用罪でやられるのか出資法違反でやられるのかそこをうまくかわしたとしても最終的に訪れるのが労働基準法違反ですね、はい。給料を払わなかったということを自ら認めてるわけですから。 久保田学ぶも認めているわけですし、丸山穂高さんもね、給料が払われないのに、5月10日にあの会を開催したわけでしょ、その5月10日を理由に、大津彩さんは違いますって言い始めてますから。 5月10日を理由に違う、私はね、4月7日なの、だから職員は動かしてない、職員の給料が止まってますよという状態で、どうしようってなったところで、三役会議で、ね、そもそもが大津彩が辞めるって言ったから、えー、三役ね、浜田聡と斎藤健一郎と橘崇が、ね、斎藤健一郎を代表にしましたって、あれを認めてあげてるわけ、私だけが、おそらくね、ね総務省も認めてないわけでしょ、私だけがあれを認めてるわけ。 それを認めてそれでやれば労働基準法違反とかもう全く関係ないのただし政,治資金規制あ政党女性法違反ねだって斎藤健一郎なのに大津屋かでその2日ぐらい前に出しててそれを変更させないわけでしょもしくはその間に大津屋かが選挙に出てるから大津屋かが千葉県あ神奈川県の知事選挙に出てるからそれは有権者に対して ね、変わりましたってアナウンスしないといけないのでか、ね、そのまま知らないふりしてたわけでしょ、全員3人が、あ4人がか、えー、大津彩加さんを含めれば4人が知らないふりをしてたわけ、そもそもね。ねそこで騒いだのは私だけ、ね、神奈川県の有権者をバカにしてますよねって、ね、それを、それさえ、ね、ちゃんとしてれば、労働基準法違反も、出資法違反も、えー、いや、犯さなくていい分かったわけ。 これ、なぜ犯してきたかって、ど,どっちかね、どっちか多分、どっちかだと思うんだけど、えー、これをなぜ犯しちゃったかというと、1.4億円を返したくないからでしょどっちも、4人とも。4人ともね、大津屋家も、斎藤健一郎も、浜田聡も、橘隆史も、この4人とも1.4億円を返したくないんですよ。ねね返した方がいいですって返し返。返せる算段をやった方がいいわけ。なぜかって言ったら、詐欺でやられちゃうよって。 何回も言ってるでしょ大津役さんね、大津役さん詐欺罪でやられちゃう可能性があるんですよ両政売方向に行った場合には、はい、以上です